本日のロバーツ監督、グラスノーはこれからもチームを引き上げてくれるし、我々が期待しているような選手であり続ける。チームのみんなに余裕を与え、大きな勝利をもたらしてくれた。今日はマンシーの2ランを皮切りに良い打席に立てた。翔平もやるべきことをして、ラインナップの上位打線も下位打線も、見てきて楽しかった。マンシーはただの強打者ではなく、より良い打者に調子を戻しつつある。必要なことを全てやってくれており、守備でも素晴らしい。チームが勢いに乗ってホームに戻ってきた。本当に見ていて楽しいんだ。ベンチのエネルギーも、フィールドの強さも、打席での集中力も見える。それら全てに多くの才能が結びついている。しかし今日の試合は本当に見ていて気持ちよかったわ。監督も超満足でしたな。恐るべしマンシー選手、5番にもこんな強力なバッターが。相手投手は本当に大変やろね。気が抜けない。いやいや、改めてすごい打線やで。マンシーも何気に大谷のホームラン数と同じになったな。ヘルナンデス、ベッツ、パヘスもいるし、恐ろしい打線や。なんやねん、この打線。相手投手さんがかわいそうになるわ。アウトマンとラックス復調してほしいな。アウトマンはここで頑張らないとレギュラーが危うくなる。大谷も結果出てるけど、なんか全然本調子の感じがしないな。今日の第4打席のような当たりが入り出したら、絶好調の証拠だ。絶好調の時だったら、大谷は今日にホームランだっただろうな。ピッチャーからしたら大谷ばかりに注意するわけにはいかんけどな。フリーマンも調子を上げ出したし、ベッツ、スミスは好調維持。テオトマンシー、パヘズは、上向きで手がつけられん状態や。やはり大谷さんが活躍しないと勝っても面白くないよな。今日は大谷がヒーローだと確信したら、マンシーがなんと3ホームラン。さすがドジャースはやるな。遠征前のチーム状態はいまいちだったけど、遠征でガラッと変わった感じよな。これからポストシーズンに向けて、故障者も復帰してくるし、ワールドチャンピオン目指せるチームになりそうで、あと半年楽しめそうやな。ドジャースはすごく良い感じやな。